シュークリームとワックスの違いを説明いたします。どっちこれ同じもん。いやもうどれ使ったらいいかわかんないよ。もうクリームとワックスって何が違うの。はい、ということでこんにちは、靴磨き芸人のスバルの奥野です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回ですね、めちゃめちゃ初歩的なところからやろうと思います。今回ですね、自分ももう動画30本以上上げさせていただいてるんですけれども、その中でですね、靴クリームとワックスとか、まあなんかいろいろよくわかんない商品が出てくるじゃないですか。で、もう靴磨き慣れてる方っていうのは、靴クリームはこういう時に入れて、ワックスはこういう時に使いますみたいなのがわかると思うんですけども、初心者の人はね、それがわからないと思うんですよ。で、実際動画を見てもらった友人にも、靴クリームとワックスの違いってそもそも何なのっていうような質問されたことがあるんですよ。靴を普段磨いてる方にとっては、靴クリームとワックスの違いなんてもう一目瞭然じゃないですか。やっぱりでも初めて靴磨きをする方だと、どっちをどういう時に使ったらいいのかわからないみたいなんですよね。で、今回はそういった悩みを解消するために、もう初心者の方向けの動画を作らせていただきました。はい、ということでですね、今回は靴クリームとワックスどう違うのか、そしてどういう時に使うのかっていうのをご説明したいと思います。はい、で、ということでですね、今回こちらの方にですね、靴クリームとワックスご用意させていただいたんですけども、クリームとワックスの違いをまずざっくり説明させていただきますと、まずですね、クリームっていうのはどういう役目をするかと言いますと、皮に栄養を与える役目なんですね。で、かたいワックスはどういう役割をするかというと、ワックスはお化粧の役割をするわけです。人間の肌に例えるとですね、こういったクリームだったりっていうのは、化粧水だったり美容液だったり、まあ乳液だったりクリームだったりっていうような基礎化粧品と同じ役割をするんですね。で、かたいワックスはどういう役割かというと、靴に光沢を与えるというのが主な役割になります。人間の肌に例えると、これはお化粧、顔に塗るお化粧の役割を果たしています。はい、ということでですね、もうここまで聞いて、もう分かった方も多いかと思うんですけれども、靴に必ず必要なものっていうのはこういった靴クリームのタグになるんですね。で、こういったワックスはというと、まあお化粧になるので、まあ塗らなくても別に大丈夫、そういったものになってきます。さあ、もうここまでですね、クリームとワックスについてはもうとりあえずはこれだけ覚えておけば大丈夫で、次にですね、クリームとワックスの成分について見ていきたいと思います。はい、ということで、続いてですね、こちらの2つの成分について見ていきたいと思うんですけれども、はい、というわけでまず、靴クリームの成分から見ていきたいと思うんですけれども、靴クリームの成分は、こちらですね、ロウ油脂有機溶剤という形になってます。で、続いてこちらがワックスになるんですけれども、こちらの成分はロウ油脂有機溶剤という風になってます。で、クリームについてもワックスについてもいろんなブランドがあるので、まあ、全ての製品の成分がこれっていうわけではないんですけれども、ほぼほぼ主な主成分はロウと油脂と有機溶剤というような形になってます。で、中に入っている成分だけ見ると一見どちらも同じに見えるんですね。ただその含有量に違いがあるんです。まずこういったクリームはですね、まあその名の通り、こうやって触れば手につくようなクリームになってまして、こちらは栄養補給をするために作られているので、皮の栄養となる油脂が多く含まれております。で、一方こちらのワックスにおいてはですね、もうこのような形でもう固体になってるんですね。で、ワックスについては靴を光らせることを目的としているので、ロウ分が多く含まれております。といったようにですね、成分が同じでも皮に対する役割が違うので、中に入っている成分の含有量が違うんですね。で、靴に栄養を与えるための靴クリームは油脂が多く入ってまして、靴を光らせるためのワックスっていうのはロウ分が多く含まれております。で、最後にですね、その成分も同じのクリームとワックスって一体どうやって見分けたらいいのっていう方のためにですね、簡単な見分け方もご紹介させていただきたいと思います。で、見分け方はもう簡単で、もう見てる方もわかると思うんですけれども、クリームっていうのはこういった主に瓶の中に入っております。まあ瓶じゃなくてチューブのものだったりとかもあるんですけれども、主には瓶の中に入ってます。で、かたいワックスっていうのはこういったような形で缶の中に入ってます。開け方もですね、こういった缶の側面にピンがついてまして、こちらをねじってやることで缶が開くような形となっております。なので今こちらにクリームとワックスを並べさせていただいているんですけれども、こちらの見分け方ももうそれを使えば簡単。瓶に入っているここからここまでがワックスで、割れなくてよかった。それで缶に入っているここからここまでのは全部ワックスになります。はい、ということで靴磨きを初めてやるあなたも、クリームとワックスの違い分かったと思います。靴に栄養を与えるのはクリーム、靴にお化粧するのはワックス、
そういった覚え方をして、僕の他に上げている動画を見てもらえると、あ、こういう風にして栄養を入れてるんだ。あ、こういう風にしてお化粧をしているんだ。っていう風に、また動画もわかりやすくなると思います。はい、ということで、クリームとワックスの違い、分かったかと思います。これからもですね、いろんな動画を上げていきますので、そちらの方を見ていただいて、靴磨きの魅力にハマっていっちゃってください。さあ、本日も動画ご視聴いただきまして、ありがとうございました。靴磨きっていいなぁと思った方は、こちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は、下にある Twitter で告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それでは、チャンネル登録と Twitter のフォロー、よろしくお願いします。